見ての通り僕はもうエネルギーがないタイプなので。いやいや、ちょっとそんなことない。あの背もたれがないともうね、あの対談もできない。嘘です、嘘です。明日はもうないなみたいな感じで、あ、綺麗だなみたいな。じゃあですね、ちょっとここからまたあのいろいろ質問したいんですけど、はい、なんかあんまり聞かれたことがなさそうな質問がいいなぁなんて思ってちょっと考えてきたんですけど、うん、まず一個が、はい、あのよくどんな音楽を聴いて育ってきましたかみたいな質問ってよくあるじゃないですか、うんうんうん、逆に今まで一番通ってこなかった音楽ジャンルって何ですか？一番通ってない、はい、うわ難しいねそれ。通ってない、あまり触れることなかったなぁって、ね、仕事柄、はい、たった今だと、はい、ほぼ全てっては言わないけど、でも大枠で分けていくと、はい、結構ほぼ網羅というか、あの一応は触ったことがある音楽ばっかりになっては来てると思うんだけど、はい、でも意外とそのレゲエ、あ、その折り紙にいるとね、はい、レゲエってすごい近い部類の音楽ジャンルになると思うの、はい、結構アレンジでもレゲエのアレンジとかお願いされる時もあるし、なんだけど個人としては、ね、レゲエって全然通ってなくて、最初の頃このレゲエで、あのなんかライブでサポートする時とかね、はい、レゲエアレンジでやんないみたいに言われた時に、はい、もうどうしたらいいか分かんなくて、って言ったら、もうそれレゲエとかやってる人にしてみたら、いやレゲエのギターなんてもう裏打ちでジャッジャッって言う時はもういいんだよ、もうそれでいいんだからっつって、はい、ああっつってやるじゃん。でも、はい、技術的にはできるのね、ジャッジャッって言うんだけど、だから全然レゲエじゃないんだよ。レゲエの感じが全然出せなくて、はい、多分そういうこう、なんて言うんだろう、こう楽天的な感じイメージあるじゃない、はい、陽気な。はい、がね、ないんだと思う、血に入ってないんだと思う。あれですか、結構誠実というか、ちょっとね、真面目いや、真面目じゃ、真面目なのかな、まあ、だけど、その陽気さ、なんか陽気さ、カラッとした陽気さじゃないんだと思う、うんうんうん、もっとジメッとしてる、ジメッそう、ちょっとね、梅雨生まれなんですよ、あ、6月生まれなの、なるほど、ね、関係なくはないと思うんだよね、確かに、うん、でも確かにレゲエのイメージないです、うん、カラッとさしてるじゃん、レゲエの人、はい、楽しいって感じで、ジャッジャッジャッ、あれがなんかね、もうジャッジャッってやりながらなんかいろいろ考えちゃうの、なんか雑念がやること少なすぎて雑念がすごい出てきちゃうの、カラッとしてこないんだよ、なるほど、うん、それは感じるかも、面白い、なんか結構あ意外でした、本当、はい、うん、なんか こなせちゃいそうだなって思って、逆にあれなんでしょうね、うん、隙間があるのが、そういや、なんだろうね、わかんないえ、すごい、これ結構貴重なお話な気がします、カラッとしないんだよ本当に面白い、ちょっといいですか、次の質問なんですけど、今ってもうギターと共にある人生でいらっしゃると思うんですけど、もしギターがなかったらどんな人生でした？難しいな、それは分からないけど、はい、でもギター中2で始めたんですよ、はい、それは友達が文化祭出ようっつって、それまでギター楽器をやったことなかったんだね、はい、なんだけど、その彼がギタリストだから、はい、じゃあで XJAPAN のコピーしようっていうから、ギター2人いるでしょ、はい、じゃあもう一人の役としてギターをこう教えてもらいながら始めたのがスタートなんだ、うんうん、なんだけど、そのギターを始めるまではもうね、完璧にテレビゲームしかやってなかった、完璧に、うん、完璧にあの全てのお小遣いとお年玉はゲーム機に使ってたから、すごい親近感っていうか、なんかこの、いやいやいや、もう世代もあると思うんだよね、やっぱりファミコン
スーパーファミコンとかがすごい盛り上がった時に小学生だったから、はい、まあ、やってない人なんていないんだけど、うんうん、結構やってた方だと思う、その中で。なるほど、うん、だからその道に、その道はどの道なのか分かんないけどね、でなんかゲームに関わるような仕事をしてたのかもしれない。なるほど。あ、でもなんかそれはそれでしっくりしっくりきます本当、はい、うん、ゲームうまそうです。いやいや全然うまくないけど好きだったね。へえー、だからさ、あの当時ってさ、ファミコンとか の、はい、あの週刊誌とか月刊誌が何冊もありましたよね。いろんな種類のが出てて、はい、一通り買うんだけどさ、はい、あのもちろん全部読むんだけど、一番後ろにね、巻末に、はい、あのなんていうんだろ う、 こうタウンページみたいな、そこ要はなんて表みたいな、はい、発売、今後発売するリストがついてる。はい、もう細いんだよ、もう字だけで、はい、で何月何日タイトル、写真とかもなくて、ない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 、もう字だけバーって辞書みたいな感じで載ってて、それの容量っていうのが、ちょっとごめんね、なんかマニアックな話になっちゃう。超好きです。容量っていうのがあって、はい、あの何メガって、8メガ、16メガ、32メガっていう、はい、その容量、はい、そのソフトにどれだけの容量を割いて作ってるかっていうのが書いてある、その数字がね。このタイトルで16メガは結構いいかもなみたいな。全然さ、何のゲームか分かんないんだよ。え、な、え、ちょ、ちょ、え、いや、今までいろんなゲーム好きの人たちを見てきたんですけど、ちょっとなんか容量でなんかそのいや、この容量を見るとすごいね、ワクワクしてる。うわー、なんか、あ、着眼点がちょっとなんか、初めまして、初めました。初めましてです。多分ね、そのもちろんそのさ、写真、これから出るソフトの写真とか載ってるわけですよ。はい、それ見て、うわすごい面白そうっていうのもあるんだけど、うん、文字だけで想像するっていうのがすごい楽しかった。もう生粋のゲームファンですね。生粋のゲームファンなのか分かんないけど、なんかそういう変な楽しみを見出してた気がする。すごい。ワクワクするんだよね、そういうなんか。これどういうもんなんだろうみたいなのが楽しかったのかな。でも完全にビジュアルが見えてないっていうところにロマンが。そうかもしれない。あ、見えたら見えたでいいんだよ、それはそれで、うんうんうん、あ、なんか面白そうとかもあるんだけど、見えてないってのもまたね、タイトルなんとかかんとか、カッコ仮って書いてあるのとかも、うわいいなこれ、最終どうなるんだろうみたいな。そう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 決まってないんだまだと思って、でも発売は決まってるんだみたいなの。あー、なるほど。この話大丈夫なんか大好きです私こういうマニアックな話。いやいやいや、なんかいいエロいエロいですね。そう、妄想だもん。そうですね、うん、ちなみにあの一番得意なゲームって何でした、うん、当時格闘ゲームです。スト2みたいな。キャラクターは何を使ってたんですか。あのね、いろいろ時期によって違うんですけど、はい、でもガイルか剣あたりが多かったです。へえ、ガイル使ってる人ってうまい。いやいやいや、もうただ見た目で使ってた。そうなんですか。こんな髪型しないでしょ。しないです。わからないガイル。ここどうやってあの平らなってるんだろうみたいなのありますよね。そうでしょ、そこだよね。ああ、そうなんですね。コントローラーもこれじゃなくてさ、ゲームセンターのこういうのあるじゃん。はいはいはい、あれを買って。あ、うちもありました、スーパーファミコンの。あのね、ちゃんともうね、専用の。あ、そうなんですね。業務用っぽい、さらに1段階上のね。へぇ、ちょっとなんかもう熱く語ってるんで値段がちょっと10倍ぐらいするようなやつがある。それを家に導入して。え、あのカチカチってやって連打になるやつとかじゃないんですね、じゃあもう。違う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 、本当それも持ってたけど、マジのやつ、マジのやつ。業者か何か。あ、そうそうそう、もうなんか押し心地とか、もう素材、材質がゲームセンターのと一緒なやつを買って、はあ、だから、あの私大人になるまであれってこうやって持つって知らなかったですね、うん、上手い人こうやって持つ人もいる。そうですそうです、 こうなのかなって思ってたんですよ。あ、いや、でも上手い人でこういう人も多分いると思う。え、本当ですか、うん、なんか私は結構田舎だったので、うんうん、近所にゲームセンターとかもなかったので、なんかあれのどうやるのが正解なのか分かんなかったんですけど、こうやってね、こうなのかなみたいな感じだったんですけど、上手い人ってね、あのブランデーみたいなもん。何の話だ、めっちゃ面白い。でもこれ多分聞いたことない質問とか、そうかもと思うので、結構
ファンにとってはたまらないと思って、私は今たまらないです。いやもう大丈夫なのも心配でしかないんですけど、セッキーさんとゲームの話ができるなんてすっごい嬉しいです。ちょっとカメラ止まったらもうちょっとしましょう僕はちょっと皆さんにお見せできないんですけどあのちょっとその流れで聞くと、はい、小学生の時の将来の夢って何でした？それ漫画家って書いてた。またなんかそこもちょっと違う感じなんですね。でもなんかね、多分この話面白いのか分かんないんだけど、多分漠然とね、あの人をなんか喜ばすっていうとなんかこう美しすぎちゃうんだけど、楽しませるのが結構好きだったのかな、はい、楽しむ側よりはなんか楽しませたいなっていうのが根底にあった気がするの。だからなんか漫画描いて周りの人に見せたりとかっていうのが好きだった。へえ、もうだからもともとのその性格というか血がもうエンターテイメント向きというか、うん、ねでも一人でいるとね、はい、全然それとは対極的な性格な気がしちゃうんだけど、はい、でも結果ね今やってることって、うん、それこそさっきの話じゃないけどステージに登らなきゃいけない仕事でしょ、はい、不思議だなって思うというか、人前嫌いだもん今でも。嫌じゃないだって。いや私は大好きです。人見てんだよだって。もう私は最高と思って出てきますけど。あ、そうなんだ。いや向いてますねじゃあでもきっと、うん、そういう方がステージに上がるっていうことは、うん、人のためなんでしょうね今の話で言うと、うん、まあ、喜ぶじゃないですか皆さん。そうだね、はい、その喜んでるのを見るっていうのはやっぱ自分のためなんだと思う。あー、素敵な考え方。跳ね返りで頑張ってるような感じは。そのさっきのゲームに携わるお仕事に、うん、ついていたかもしれないっていうところも含めて、うん、やっぱりゲームも作ったりとかして人が楽しむ、うん、あーでもそうかも。ちょっとまたゲームの話になるんだけどさ、はい、大好きです。昔 RPG スクールってゲームがあって、はい、RPG の、まあ、要はドラクエみたいなやつやね、うん、あれを自分で作って人にやってもらうことができるソフトが出た時にハマってた、はい、やっぱ作って周りの人にやってもらってしてた。もうクリエイターさんなんですね。もう そこはでも全部通ってますね、うん、筋がというか筋が一本。そうだね、なんかね、なんでだろうね、わかんないけどね、うん、だからもしかしたらその漫画を描いてたかもしれないですし、うん、ゲームを作っていたかもしれないですし、例えばお料理を作っていたかもしれないですけど、きっと何かをクリエイティブして人に喜んでもらうっていうのがきっとこうやりがいみたいなところなんですかね。そうかもしれないね。素敵。いや素敵だ。なんだろうね、なんかね原体験としてさ、はい、小学校の時にさ、なんかお楽しみ会みたいなのなかった？そういうありました、ありました。ちょっと遊びみたいな、はい、なんか全校でこういろんな教室移動してさ、こう出し物やったりするようなとかあって。素敵。そうそう、その時にさみんな遊びに行きたいんだけど、俺はなんかそこで受付してる人がすごいかっこよく見えたのなんかこう楽しむ側で言ってるよりも楽しませてる側でいる、なんかそこが、あうわ俺そっちに行きたいって思ったのはすごい覚えてて、わあ確かにちょっと それちょっと私も分かるかもしれないです。なんか憧れるっていうかさ、いいなって思うとこあるじゃん、はい、あの店番側結構いいですよね。そう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 、周りで楽しませてもらうよりも、うんうんうん、なんかこんなやってますみたいなそう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 のが楽しいみたいな、うんうん、ちょっとわかる気がします。なんかね多分そこをね憧れみたいな、まあ、性格なんだろうねそれもね、はあ、うん、確かに。でももしかしたらこう表に出てる人って結構そういう精神が少なからずある方なのかもしれないですよ ね、うん、ね、なんかやっぱり自分のアートを表現してますとはいえど、うん、結局受け止めてくださる方の顔とか、うん、どういう風に受け取ってほしいか絶対考えはしますもんね。考えますよ。そうですよね、うん、もう完全なるも自我だけっていうのって難しいじゃないですか逆に。それは真のアーティストかもしれないけど、うん、こちらはね仕事としてやっぱエンターテインメントにも関わってきてる、ね、ものだから、うんうん、向いてんだと思うんだよねその性格的に。あーすっごいなんか
子供に振り返ってもすごい納得しました。なんかね、こう自分のそういう性格とかさ、出来事とかをなんか改めてさ、このぐらい年になるとさ、考えてみたりすると、あ、でもなんだかんだ繋がってるのかなとは。すごい。もう小学校の時ってだからギターとかと触れ合ってなかったわけじゃないですか。なのにやっぱり根本は変わってないというか、そう、ね、っていうことですよね。多分それでたまたまギターが向いててちょっと上手くなってきたから繋がったのかなって。多分漫画は下手だし、あの多分ゲームをプログラムする俺一切もう絶対できない。いや、やったらきっと、いや無理無理無理、極めてたと思います。ちなみに漫画は何系の漫画を書かれてたんですか？戦ってた、やっぱり。あ、ムキムキ系とかでした？それともロボットとか？でもロボットじゃなくて、もやっぱドラゴンボール大好きやったから。ああ、もうそういう、みんなそうだけどね。手からなんかこう出たりしてるんですよ。常にオーラがもうシュワンシュワン出てる。みたいな。みんな出てるっていう。ご実家とかに残ってたりしないですか？ あるかもしれないけど、もうそんなもうやばいやばい。もし気が向いたら今度インスタに、あのストーリーズでいいので載せてください。載せないです。ちょっとあと、ちょっと 2,3 個質問させていただきたいんですけど、はい、あのセッキーさんといえば、うん、コーヒーがお好きじゃないですか？大好きです、はい。コーヒーが一番好きな飲み物ですか？多分飲んでる量で言ったらそうだと思う。じゃあ、うん、ですよ、うん、コーヒーの次に好きな飲み物って何ですか？コーヒーの次に好きな飲み物、すごい難しいねそれ。2番目って聞かれなくないですか？聞かれない、聞かれない。まあお水はなしってことだよね、きっと。あ、お水なしで、じゃあ、ね、お願いします。味付きでお願いいたします。うーん、難しいな。すごい難しいな。でも、あ、ジンジャーエール。ジンジャーエール、うん、その心は、うん、お酒が飲めない人が打ち上げで飲むのはジンジャーエール。ああ、確かにそうですね、うん、やっぱりシュワッと盛り上がりたいじゃないですか。シュワッと盛り上がる。本当はビール飲みたいんだよ。本当は飲みたいタイプの、あの味は好きだけど。そうなんですね。だからコップ一杯ぐらいは飲めるんだけど、うん、飲むともう終了してしまう。へえ。なんかあの私のイメージでは、うん、お酒を飲まない方の方が美味しいソフトドリンクを知ってるイメージがあって、うん、美味しいソフトドリンクなんてある？そんなに。だ、そこは多分自分の場合はコーヒーに向かってるんだと。そういうことですよね、うん、なんかいろんな産地の飲んでみたりとかっていうのは楽しみとしてあるけど、それ以外もジンジャーエール。ジンジャーエール美味しいですもんね。自家製ジンジャーエールとかあるじゃん、カフェとか、はい、まあ、好きだけど、はい、いや普通にジンジャーエール、あ、もうノーマルジンジャーエール、シュワーッとここから出してる。あれで全然十分。あー、なるほど。雰囲気だ。これちなみに2番目に好きな飲み物の話でどこかでしたことありました？ない。嬉しい。聞かれないでしょ、2番目は。いや、すごい、あの視点がすごい面白い。な、変な質問ちょっとね、申し訳ないんですけどさせていただきたいと思います、うんうん、私の興味なんですけど。いや、絶対そっちの方が楽しいと。大体聞かれるのって固まってきますもんね。まあそれがね、悪いわけじゃないけど。そうですね、いい、面白いね。本当に、うん、本当にささやかな質問なんですけど。いいっすよ。好きなおにぎりの具って何ですか？いいね。やっぱ新潟米どころですし、うん、私実家あの兼業で米農家なので。あ、そうだよね、いただいたよね。あ、そうですね、本当美味しくいただきました。ありがとうございました。おにぎりの具、うわ難しいな、迷いますよね。あのね、なんかこうちょっとつぶったのとか今一瞬なんかよぎったりしたんだけど。そのバージョンも聞きたいです。つぶった、いやいや全然なんか全然全然ないんだけど、そんな。いや、でもね、ツナマヨですね。何週間ま、ま、回ってみたいなことですか？そうだね、それも原体験で、その小学校の時ってさ、コンビニって今ほどさ、なかったし、そんな子供でさ、コンビニって何か買ってくるってなかったよね。なかったです、はい。世代がもっと上だから、多分、常さんよりもっとない世代なんだけど、
私もでも最寄りのコンビニまで歩いたら1時間ぐらいかかる。それすごいね。それすごい。でもさ、ツナマヨのおにぎりっていうのはコンビニにしかなかったから。あー、なるほど。家で作ったりしなかったのね。あー、だそれ特別感っていう意味で、うんうんうん、いい印象がもう、ね、取れない。なるほど。あー、ちょっと特別感、全然特別じゃないじゃん今なんて。そうですよね。なのにまだ特別感を感じてる気がする、うんうん、あー、なるほど。あ、確かに、まあ、こう思い出エフェクトといいますか。あ、そう、思い出エフェクトっていいね。差し上げます。うん、いやいや、思い出フィルターというかね、かかってる感じ。そうですよね、うん、あ、なるほど、うん、あ、確かに最終的に思い出含めるとツナマヨ1位みたいなのありますよね。不動感がやっぱあるからね。ありますよ ね、今でも残ってますしね、ずっと。そうそうそう、好きなんだよ。そういうことですよね。いや、どうしようかな、どうしようかな、せっかく。いや、いいよ、何でも聞いてください。え、もう本当、あとしょうもないことしかないんですけど。いい、全然いい、もうパパッと答えて次行ってもいいし。あの、新幹線で座席3つのそのパターンで、例えば、セッキーさんが真ん中に乗ってるとするじゃないですか。はいはいはい、あるよね。で、横の人が肘掛け取ってきた時ってどうします？いや、こうするでしょ。やっぱり、やっぱり、もうさ、いやいや、それ抗ってもしょうがないじゃん。真ん中の、うん、真ん中の席のこの横って言うんですか、はい、真ん中にあるでしょ、はい、うんうん、ここの肘掛けってあれって誰のものだと思います？みんなのもの。あー、なんか、はい、きっとセッキーさんならそう言ってくれるかなって思ってました。難しいね。だからさ、あれでしょ、要は通路側だったらさ、じゃあ左にあるから右は譲ってよってことで、はい、とかなのか。うん、まあそれはそうかもしんない。譲ってよって気持ちはあるよ、もちろん。あるどっちかちょうだいよ。そっち使えるじゃんっていうのはある。あるあるある。でもかといってね、2個もらったらすごい。これはやばい。こんないいのって思いますし、うん、でもね、かといって、はい、じゃあ、左だけ使うのかって言ってもなんかちょっと不自然だし、お互い使わないっていうのが一番多分ね、いいんだと思う。結局、ね、そうかもしれないですね。でもなかなかそういうわけにもいかないじゃないですか。そうですよね。なんかしてたらこう自然とこうなってる時とかも。そうそうそう。でまた体格もあると思う。あ、確かに。結構でかい人だと、まあしょうがないかなっていうのもある。はみ出ちゃってとかね。でかい人をこうやってたらなんかかわいそう。そうですよね、確かに。そう、だからそれはあんまりこうやられると気分よくないけど、まあ普通にやってるぐらいだったらこうします。まあこうしてたらいいかな。あー、なるほど。確かにこう反抗しに行くのは結構勇気いりますもんね。いや、無理無理。こうやって嫌でしょ、それ。ちょっとじゃあ最後にもう一個だけ、ほんとこれで最後にします。いいよ。めちゃくちゃしょうもないこと聞かせてください。あ、いいね、最後がそういうのいい。ほんとごめんなさい。じゃあデート中に、うん、異性の、うん、例えばじゃあ関さんだと女性の歯に青のりがついていたとして、うん、それを一番こういい形で、うん、こういい形で伝え方って何だと思います？むしろ伝えないっていうパターンもあると思うんですけど。いい方、食事中なんでしょ。食事をじゃあ終えた後としましょうか。終えた後、はい、食事を終えて、じゃあ次どこ行こうかっていう時にちょっとキラッとあったらどうします？これは難しいね。伝えますか、伝えませんか。で、伝えるとしたらどんな言い方をしますか。でもさ、それさ、ごめん、結構間柄の深さによるよね。あ、そうですよね。ちょっとでも深いんだったら全然言うかも。あんま気にしないかもしれない。あ、じゃあ初デートだったらどうします？初デートだったらちょっと水分取っておいた方がいいんじゃない。自分も飲んで、あ、ちょっとなんか外暑そうだから。優しいか、うん、な、うん、虫歯気をつけた方がいいから。最後、とにかく水を飲ますっていう。それから外に出てコンビニでペットボトルの自分のを買うふりして、あ、ついでにどうぞみたいな。なるほど。青のりはやっぱ水じゃないと落ちないでしょ。ある程度の水じゃないと落ちないよ。
出ました正解。正解なのこれ。正解出ました。まあでも結構あんま気にしないで言うかもね、ついてたら。言わないっていう選択肢の方が少ないですか。言わないで、しかも水も進めないってことで、ね、はい。いやそれはもうだって自分がまず気になっちゃうじゃん。はい。なんかそれも嫌だしっていうのがあるから。そうですよね。お手洗いとかに行った時に、あ、なんで言ってくれなかったのって。気まずくない、その後の弁解。え、なんで言ってくれなかったのみたいな。なんで言ってくれなかったの、うん、って言ってくれる方がまだいいじゃん。あ、確かなんか そうですね。それも言わないと、でも多分、あ、もう今青のりないから気づいたってことは、俺が気づいてたってことも気づいてるのかなみたいな。確かに、もうずっともやもやしちゃいますもんね。でしょ、そっちの方が大変かなって思うと、あ、なんかついてるよって方がコスト的には低く抑えられる気がする。あ、でもすごい一番優しい答えだったかもしれないですね。いやいや、お水を勧めるって。お水を勧める、水分補給を促す。流してもらうっていうのが一番。すいません、一番最後に一番こうなんか、いや、何とも言えない質問だったんで、最後のが一番深いと思う。ちょっとこの話ちょっと続き2時間ぐらい話したいぐらいなんですけど、すいませんでした。ありがとうございました。大丈夫なのこれ。ありがとう。引き続きよろしくお願いします。はい、こちらこそ。またまた。ありがとうございました。星空見に行きます、ね、あ、行きましょう。はい、ぜひ。近藤、近藤アテンドでよろしくお願いします。関口慎吾さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。